卒業予定者だからといってサボりや大変を許したら他の学生に不公平じゃないでしょうか。チュサウンさん、思ったよりイケメンだ。こんな顔してたんだ。つきまとって嫌がらせしたり。いるんだろ。人の家の前で騒がないで。我慢しようと思ったんだよ。何を我慢しようと思った、サウン。好きです。予告だ。1分後にキスするからな。はい。